皆さん、お元気でしょうか。ナビタ公式 YouTube ナビゲーターの学です。本日は企画担当の田田さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり最近話題になっているのは時短ですよね。そうですね。今日はそんな時短の料理に関するアイデアの中で思い切ったものを試してみていただきたいと思っております。はい。今回ご用意しましたのはこちらです。じゃん。えのき。はい。もうすでにですね、されてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、こういった袋に入ったキノコ類ですね、下のところをカットしたいんですけれども、まあ、袋から出して洗ってから、まな板の上に乗せて切るっていうのを、もういきなり袋ごと切ってしまうということで、今回のテーマは、袋ごと切っちゃえばいいじゃないということをテーマにお願いしたいと思っております。このえのきのカットするのに何秒かかるかを、せっかくなんでこちらの何板の TD417 というストップウォッチで測ってみたいと思います。それでは田田さん、お願いします。はい、早、はい、約5秒でなんとえのきがこのようにバッサリとカットされました。早いです。ありがとうございます。もう一種類ご用意しました。それは小松菜です。一度ズバッといってしまえば意外と早く切れるんじゃないかということで、それでは田田さんお願いします。お、早い。お、すごい。約4秒で。すごいですね。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけど、最初にナイフのね、先でこうプスッと袋に穴を開けて、その穴から広げるようにして多分切られてたのが早かったポイントかなと思います。ありがとうございます。今野菜シリーズやりましたけれども、実は野菜以外にもこんなものも切ってしまってもいいんじゃないかということでご用意したのが焼きそばです。はい皆さん、よく見たことありますよね。お祭りとかですね、まあ、いろんな出店とかでですね、まあ、学園祭とかいろんなところで皆さん目にされているこの焼きそば、お願いします。こちらも一つ一つですね、ピリピリと袋を開けてわさわさと中身出す、意外と時間がかかるかなと思うんですけども、焼きそば袋ごと切ってみようチャレンジ、田田さんお願いします。はい、はい、はい、ちょっとね、まあ焼きそばの場合はもう袋が開いて中身が出せればいいと思いますので、ちょっと早めに押させてもらいましたが約7秒。さらにうどんです。うどんの場合はどうなのかお願いします。はい、お、早い。お、なんとこれは今までで一番早い3秒5で。うどんは柔らかいことで切りやすかったです。切りやすかったです。すんなり入りましたね、包丁が。あとはまあメーカーさんごとによってこの袋の材質とかも若干違うのかもしれないですね。なるほど。まあ、先ほどのね、小松菜も意外と切れましたけど、厚みがある方が、もしかしたらスパッと切れやすいのかもしれないですね。はい、というわけで、本日は、料理の時短アイデアとしまして、袋ごと切っちゃえばいいんじゃないということで、お送りいたしました。田田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今回はですね、健康に直結するわけではないんですけれども、まあ、お料理をするところに関連することということで、アイデアをお届けしました。これからもタニタからは様々な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。